史上最高は1995年にマルティネスが記録した 7.0 史上初となる DH での MVP 獲得へ視界は良好だ。米野球データサイトベースボールリファレンスのデータが2日、日時間3日に更新され、ドジャースの大谷翔平投手は、ウォー 6.9 から 7.1 に浮上。1995年に、マリナーズのエドガー・マルティネスが記録した DH 最高記録の 7.0 を上回った。ウォーは、どれだけチームの勝利を増やしたかを表す、セイバーメトリクスの指標で、シーズン MVP を選ぶ上でも、重要視されている。守備を行わない DH 専任の選手は数字の積み上げが難しいが、大谷は44塁打、46盗塁などの活躍でベースボールリファレンスの王ではなリーグトップとなっている。シーズンの 65% 以上を DH で出場した選手の歴代最高は1995年にマルティネスが記録した 7.0、大谷は1日、同2日の試合を終えて 6.9 だったが、2日、同3日の試合では2安打3盗塁で、数値を上昇させた。ウォーは、今後の成績によって下がる、可能性があるものの、このままシーズンを終えれば、データ面では、過去最高の指名打者ということになる。また、指名打者の選手が MVP を受賞すれば、史上初の快挙。大谷が新たな偉業を達成する可能性も高い。フルカウント編集部。